にちは、谷川梨紗子です。今日はですね、20代後半から30代に向けてのランジェリーのおすすめを紹介していきたいと思います。それで私はランジェリー全然そんな詳しくないので、今日はスペシャルゲストを用意しております。美容パイコンテスト準グランプリを取った友達でもありモデルの成北成美ちゃんです。どうぞ。こんにちは。はじめまして。はじめましてじゃないですけど、皆さんははじめましてから、梨紗子のチャンネルは。ずっとでも成美ちゃん昔からもう何年前やろ、5年前。そうね、5年前ぐらい。5年前ぐらいから、はい、あのモデルで撮影でいつも現場で会ってて、はい、同じ関西人同士なので仲良くなりまして、今日は出てもらうことになりました。お願いします。まあ、普段ランジェリーモデルすごいされてるんですけど、その美容パイコンテストについてちょっと聞きたいなと思いまして、はい、どういうコンテストなんでしょうか。美容パイコンテストは2018年に開催されたトータルビューティー、美尻とか逆とかいろいろある中で、今回こうおっぱいを胸を胸をこうちょっとなんていうかフューチャーした、まあ全体のトータル的な美しいボディのコンテストみたいなでありまして、それに応募させてもらってって感じですね。全国準グランプリですよ。すごくないですか。全国ですどんなおっぱいをしているのかっていうのもね思ったんですけど、もう本当にね、ランジェリー姿、はい、私撮影で何回もお会いしてるんですけど、まあもうナイスバディで、なるみちゃんは素晴らしい。ありがとう。で、今日はそのもうランジェリーのプロ、はい、って言っても過言ではないので、なるみちゃんに、まあ、20代後半から30代に向けてやっぱおっぱいの胸の悩みとかってすごい増えてくると思うんで、それを私も悩みを相談しながら、どんなランジェリーを選んだらいいのかなっていうのと、まあ、夏に向けてのランジェリーだとかそういうのを紹介していきたいと思います。はい、なるみちゃんは普段どんな活動してる、モデル以外には。モデル以外には、まあ、ランジェリーのお仕事が多いので、ランジェリーの企業さんとプロデュースさせてもらったりとか。なるみちゃんが全部、まあ後で紹介するんですけど、プロデュースしたランジェリーが出てくるんですけど、うん、どういうポイントでランジェリー企画して作ってプロデュースしてるんでしょうか。私がデビューした時もランジェリーモデルだったよ。そうそうそう。あ、そうなんや。そうそうそう。ランジェリーから始まって、まあ、いろんな企業さんのランジェリーを着させてもらって、まあ、いろんなね、あのタイプのがあるんですけど、うちはなんかそういうありそうでなかったような、ちょっとこう女の子の意見というか悩みを聞きつつ、まあ、こんなあったらいいなっていうのを女性の方と一緒にみんなで話し合いながら作ってるって感じかな。なるほど。それはほんまに楽しみですね。うちももう30過ぎたらやっぱりどんだけ頑張って筋トレとかしてても、まあ重力で下に下がってくるじゃないですか。そうだな。特に30代、まあ、20代後半からこう張りがなくなってくるというか、まあ、しかも特に私の胸すっごいすごいコンプレックスなんで、はい、もうほんまに包茎も考えたぐらい、これ何回か言ってるけど、多分包茎も考えたぐらい、ね、コンプレックスなんで、でもやっぱいいランジェリーでね、しっかり綺麗な胸を保てるっていうのはすごい大事なことだと私も聞いたんで、さっきだるみちゃんにそれを紹介していきたいと思います。はい、それでは早速スタート。はい、こちらがですね、映ってる、こちらがですね、なるみちゃんがプロデュースしている女性の意見を聞きながら作ったというランジェリーでございます。こちらなんていうブランド名ですか。今回アブソールさんから第2弾なんですけど。第2弾。そう。去年も第1弾出させてもらって、そうなんよ。今回も継続第2弾なんですけど、はいはい、今回は SNS でアンケートを取って、まあ、どんな感じのがお悩みがあるのかとか、こんなのが欲しいなとか、色はこんなのがいいなっていうのをちょっとこうかき集めて、ちょっと。見たんですけど、どうですか。めっちゃ可愛い。基本私、プライベートはブラックしか使わないんですよ。そうね、やっぱブラック多いよね。そうで、撮影の時はもう絶対ベージュやん、モデル、これみんな知ってました。みんなモデル基本ベージュつけてるんですよ。なんもないやつ。そう、つるっとした上下をみんなつけてます。なぜならそのいろんなね衣装を着るんでね、映らないようにしてるんですけど、だから、はい、めっちゃいいやんと、もうそのまんまやんと思ってで、あと1個はこれボルド。そうね、これ一応プラムっていう色で、あのフルーツのプラムの、あー、カラーをちょっとイメージして て、 めっちゃ見て、すっごい可愛いんだけど、これ大人っぽくて、はい、でもすごいお上品で品があって、一緒や、お上品で品があってめっちゃ可愛い。これは一応その上品なのを出すためにサテンを使ってて、サテンとレースのコラボみたいな感じなんやけど。確かにこれすごいいいね。そうなんです。これはね、めちゃくちゃサテンだけやったらシンプルすぎるけどさ、
こうちゃんとレースすることによってちょっとなんていうの女性らしさを引き立たせてくれる感じりでございます。でこれちょっと説明してもらいましょう。まずどこにこだわりましたか。今回はそのお悩みが多かったのはやっぱ肩こり。今回そのおうち時間もあったりとかして、ほう、そうやっぱ楽なやつをつけたりとか結構そういうのがおうちの中で、そうだから楽でなおかつ可愛くてっていうのがあんま少ないと、うんうんうん、シンプルな売ってるの多いけど、今回ちょっと肩こりをメインにして、すごい胸で肩こったことないんだけどうち、うん、いや あれよ、ブラジャーの紐で肩こりするってこと。あーそっち、そう胸の重さで、ほら大きい子はさ胸の大きさでさ重い胸みたいな言うからさ、いつも羨ましいなと思ったけど、肩紐でね、肩紐で肩こりっていうことですね。そうです、それを軽減しながらしっかりキープできるように。そうこれ初めて見てんけど、このさ、そうすごいよね、中にこうやってストラップついてるんですよ。そうなんです、よく見えます、ついてくる。で上からこうやってレースがかぶさってるんですね。そうです、レースだけだとキープ感がやっぱ少ないから、今回こう紐をつけて安定感を立てるように。まあでも邪魔やったら取り外しもできたりとか、ストラップは取り外しができるみたいなんですよ。で自分の胸に合わせたりとか肩の紐を合わせてしっかり持ち上がるようなイメージになってます。なるほど。今回はその、まあ、夏なので背中にねホックがついてるとこ、露出の服、うんうんうん、がある服とかに着てたらやっぱそういうこと。そう、それでこういう、そうなの、後ろはホックついてないんですよ。前にねフロントホックがあって、まあ、背中出しても可愛いよっていう風にちょっとお洋服チックな感じっていうのかな、見えてもいいブラ。そう、それはそうかも。だって背中空いてる服さ今すごい今年も流行ってるからね、夏はみんな着るやろうし、うちも着るし、そう考えたらすごいこれいいかも。そう、私もこのホック見えるのすごい嫌やった。嫌よね、うん、思い出しました今、ね、これめっちゃいい。でこれ結構伸縮性もある。これも何回も重ねて重ねて痛みが出ないように、うん、でもしっかり脇肉とか背中の肉もホールドされるように、そう作られてます。でもさやっぱ一緒やな、25からさ、うん、30代、まあリサから30やけどさ、うん、一緒かも。その脇肉背肉からちゃんと胸に収めたいっていうのは、うん、すごい一番リサ子もいつもそれ思ってることやから、うんうん、すごいいいランジェリー、そのあったやっぱその意見、みんな大体悩んでること一緒やねんなと思って、うんうん、まあ、でもいっぱいポイントがあって、盛りたいっていう方もやっぱ楽して盛りたいっていうのもやっぱそこも詰め込んでみたんですけど、そう結構ねパッドがどっちかでほんま盛れるパッドっていうか、ちょっと分厚め、うんうんうん、レオンパッドって言うんですよね、はい、レオンパッドつけてそこにこういうね、あのちょっと伸縮性のある、これね、これ何、これ盛れる機能の一つなんですよ。あ、こういう、そうなんだ。これはさらにこれだけでも折れるんですけど、しっかりパッドだけでもね。でもさらにこの上からね、さらにこう下から持ち上げる補助をしてくれるものがあるんですけど、隠し窓というか窓みたいな。なるほどなるほど。これでしっかり持ち上がるようになってて、でしっかりと背肉から脇肉フォールドされて、なおかつその肉を胸も全部まとめてしっかり盛れるようになっているっていう。そうです、一番欲しかったやつ。ほんま、うん、よかった。ほんまにもうめちゃくちゃ研究重ねて何回も何回も試着して、どんぐらいかかるの、そのランジェリー作るまでに。まあでも1年ぐらいかけて。でもそんなやっぱかかるもんなんや。工場の方とやり取りしながらデザインを起こしてみたいな。やっぱランジェリーっていうのはめちゃくちゃ奥が深くて、うんうん、いっぱい企業さんがいて、フロントのホックとかこれ一つにしても特許があったりとかして、かぶれたりするから。なるほど、なるほど、なんかかぶったら作れないとかそういうのもあるんや。いろいろ、あともうこのレース1枚から全部いろんな何千枚のレースから一つを選んでたりとかして、そうすごっ。ここのステッチとかもすごい量から選んでたりするのよ。へえ、切り替えとかもなんか一つ一つ結構、そっか、こだわって、でここはサテンで違うし、そんな大変なんや。意外とね、みんな着目点としてはね分かりにくいとこなんやけど。でこっちがショーツですもんね。こっちがショーツです。今回は、ブラジリアンカットって言って、お尻が綺麗に見える、うん、すごい綺麗そう、これこれ欲しいなと思って。そう、太ももとお尻の境目にくるんじゃなくて、うん、少しお尻のところにかぶって、そうですよね、ティーバッグよりももうちょっと広い範囲、そうそうそう、だけどお尻守られないぐらいの。そう、なんかそっち派なんで私。おっ、ティーバッグ派じゃないんで、入れてほしい、うん、これめっちゃ綺麗そう、すごい、ちょっとレースなんですけど、セクシーかわいいよな、セクシーで。そう、前もねちょっとクロスつけて
まあ、ちょっとあほんまやボクラスなんて可愛いこれ。これ履いたら結構こう下にくっとくぼむのよ。ちょっとセクシーにも見えつつ、すごい履きやすいんですけど、まあなんか履きやすそう、すごい用品になりながらも伸びもいいので、吸い込みも少ないし、結構これもねこだわって作ってて、で T ショーツに関しましては、はい、食い込まないようにしっかりこの1センチとかにこだわって、そこもこだわってるんや。そうん、そう私ティーバッグが無理な理由って、うん、結構食い込むっていうあるじゃん、うん、まあ多分みんなも分かる方は分かるかもしれない。ティーバッグ好きな方はティーバッグ好きだし、私は結構そっち早いから、うんうんうん、食い込むみたいなのがすごい苦手で、うん、でもこれやったら確かにそうやってちゃんとこだわって作られてんやったらいいかもね。そうなのね、この辺とか食い込みやすいやん、しっかりこの、うん、ちょっとゴムも太めやけど、そうそう、ちょっとこうだからそういう風になってるんやん。そうでこれめちゃくちゃ後ろが可愛いですよね。でも私ティーバッグめちゃくちゃ好きなんで、あそうなん、もうちょっといろんなティーバッグを履きながら、まあ、しかもなるみちゃんが言うとさ、めちゃくちゃ説得力あるよね。ほんま、うん、だってさ何千着とか着てきてるんじゃない、ランジェリー。そうね、人生の人の3周ぐらい多分着てきてるから、何千何何千着ぐらい多分着てきた中ですごいよ、ちょっと厳選しながら尊敬します、これは。でもやっぱティーバッグ履くと、まあ、意識も高まるし、確かに足長効果もやっぱあるし、なんかやっぱ履いてるだけでね、やっぱちょっと意識が変わるんですよ。まあまあそうです、モチベーション上がりますよね、自分、うん、しかもこうレースもあんまりこうゴツゴツしないんで、タイトな服に着ても響かない、あんまり響かないように作りました今回。でさ、これ結構全部さっきのこのブラもそうやし、ショーツもそうやねんけど、うん、生地もしっかりしてるよ。安っぽくないっていうか、生地がめっちゃ安いランジェリーって、うん、すごい安いけど、でもさっき値段見たんですけど結構プチプラよ。そうなのよ、いやもう頑張って、もう企業さんすごいね、もう頑張ってなるべく肌に当たるものやから。そうやんな、確かに生地が一番大事やん。そう、生地にこだわりたくて、こだわりながらお洋服のように着てもらえる一着に今回はちょっと寄せてみたって感じかな。すごい、なるみちゃんの思いがめちゃくちゃこもってるランジェリー。そうなんです、はい、なんかねランジェリーってやっぱ服の下に着るこうおまけみたいなイメージもまだあったりするから、うんうん、ちょっとそういうのも楽しんでもらえたらなみたいな。結構第1回もプレゼントで男性がこう、あ女性にあげました、彼女にあげる、奥さんにあげましたとか、そういうのも結構ご意見いただいてて、そうなんです、結構男性にも喜ばれるようなちょっとセクシーは詰め込んでます。そうだから男気すごい良さそうなランジェリーやなってほんまに思った。まあランジェリーってさ見えないものや普段、うん、服着てるから。でも自分自身もほんまにテンション上がるモチベーション上がるこのランジェリー、あのこのデザインだから大事じゃないかと思って、ランジェリーってちゃんとうちほんまに見えない部分はね結構ズボラなんで上下バラバラできたりするんですよ。ブラの方が洗濯したあかんって言われてるやん、ワイヤーとか崩れたりとかさ、うん、ショーツは毎日洗濯するんだけどやっぱブラの方が数が少ないから、うん、バラバラになったりするけど、なんか今日なるみちゃんのいろんな話を聞いて、うん、あちゃんとしななってほんまに思った。そうモチベーションも上がるしね、うん、やっぱこれを着て一回鏡で見てもらったら自分の体の体型だったり毎日違ったりするから、確かに確かに大事やな。そういうのをちょっとね意識してもらえるきっかけにもなればいいなと思ってて。でこれあれですよね、すごいすぐ乾きそうやんの。そうなのよ、よくぞと、うん、気づいてくれました。これ結構すごいすぐ乾きそうやねんけど、通気性もよくしてるよね、よくなるようになってて、まあ、ちょっと汗でね汗じみがくっついちゃったりとかっていうのもなるべくこう吸収しながら乾きやすいようになってるので、この生地感とかはもう365日年がら年中春夏秋冬、あそうそうそう使えるようになってるよね。そうなの、そうなの、色も春夏秋冬関係なく着れるし。そうやんな、まあ、でもねいいものはやっぱいいのよ。お高いものももちろんやっぱ良さはあるし、ただお洋服みたいな感覚なんで、このシーズンに買うみたいな、うん、このシーズンこれつけようみたいなぐらいちょっと身近に感じてもらえたらいいなと思ってて、なんか感動するわ。なるみちゃんすごいと思う。エピソードがあるのよ。いやそりゃそうだからさ、ね、すごい思いが詰まってるランジェリーを、すいませんね私の YouTube で紹介していただけるなんて。いやいやぜひ着てほしい、もうスタイルいい子に着てもらえたら。いや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 、これさ、うん、ほんまに体型関係なく着れるっていうのも一つの、そうそうそう、ね、前ホックやし、さっきも言った通りこの伸縮性もあるから、だからこういうランジェリーを選んだ方がいいってことですね。このなるみちゃんのブランドにも限らず、うん、これから20後半から30代向けての私たちの年代のおすすめポイントとしては、うん、このランジェリーで言うとちゃんと背中から脇肉から持ってこれて胸まで寄せれてしっかりと包み込まれてホールドされて、うん、でなおかつ漏れる、うんうんうん、っていうのと、うん、
まあ、ちょっと背中そう、まあ、ちょっとね30代後半になったら背肉も結構つきやすくなってくるんで、きつくないようにしっかりと伸縮性のあるものっていう上手やな、プレゼンもしてもらおうかなこれは。いや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 っていうかそれがリサ子のいつも悩みやん、ほんまに普通にいつも思ってることやから、で常にランジェリーのは見てるんですけど、うん、すごいコンプレックスなんで私の胸が、だからね今日はこれを買って帰りたいと思いますけど、うん、私さこれ思ってんけど黒やったら、うん、あの今流行ってるやん、なんていうのデニムからちょっとアクセサリー感覚、そうそんな感じ、あやっぱそれそういうこと、うだから二重でさ可愛くてこうデニムとかからチラってパンツから少しこの紐が出るのが多分おしゃれですよね、うん、そうなの、ね、海外セレブのちょっと海外っぽく作ってて、しかもこれ太さちょっとちゃうのよ、あお前これもデザインの感じで作ってんやけど、ちょっと見えても下品にならないようにちょっと細めで下にしてみた、なるほどなるほど、すごい上品でね、これいいわ、これ可愛い、ぜひちょっと挑戦してみてティーバッグ、今回じゃあ挑戦してみます、ティーバッグ、ティーバッグデビュー、ティーバッグで履いたことあんねんけどどうも、でもこのなるみちゃん の、はい、あのプレゼン聞いたら、うん、ティーバッグ挑戦してみようと思いました、ぜひぜひ、説得力、説得力があるんでね、お尻上がるから、もう勝手に感覚でお尻が上がろうとするから、マジ、そうそう、それもじゃあもう今日すぐ履くよ今日いやなるみちゃんに今日わざわざ来ていただいてですね、こういらんじる話いっぱいしたんですけど、みんなわかるとか多分そう思った方もコメントも欲しいし、参考になってくれたら嬉しいです、ちなみになんですけど、こちら PR でも案件でもございませんので、それはご了承くださいせっかくなるみちゃんに来てもらうなら、なるみちゃんのプロデュースしたランジェリーを見せながら喋りたいなっていうことだったんで、はい、それだけです、ご紹介いただきありがとうございます、今日はなるみちゃんありがとうございます、ありがとうございました、それではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします、またねー。